ボルドー。ボルドー。ボルドーは、フランス南西部の中心的な都市で、ヌーベルイコール、アキテーヌ地域圏の主婦、ジロンド県の県庁所在地である、アキテーヌ広国の主婦だった。ボルドーは、ガロンル川に面した港町で、市街地は、川の湾曲部に沿って、三日月型に形成され、月の港と呼ばれる、河口にも近い、ボルドーワインの産地として、 世界的に有名。中心部から北側にかけては都市計画による大通りがある。市の南側は18世紀に建設されたが狭くて曲がった通りのある古い一角である。2007年にボルドーの市街区域1810ヘクタールが世界遺産に登録された。18から19世紀の都市計画によって生まれた調和のある街並みと 近年のガロンヌガシの歩行者空間と一体となった歴史的な再開発が評価された。ボルドーはフランス南西部の大西洋の近くに位置する。直線距離でパリから 498km、ポーから 172km、トゥールーズから 220km、ビアリッツから 170km、サンセバスティアン、スペインから 201km、 アルカションから 51km の地点に位置する。街をガロンヌ川が横切っている。外洋船舶が、接岸可能な港があるが、その大多数は、ジロンド川下流の港、主にルベルドンイコールシュルイコールメールを利用する。ボルドには、ガロンヌ川再下流の橋であるアキテーヌ橋、がある。都市圏は、急速に発展し、特に西方で強度のスプロール現象をもたらした。 この現象は特にボルドー都市圏の住居が3階建てを超えることがほとんどなく、その上4階建ては市街地中心部に隣接した城郭街に存在するという事実と結びついている。中心市街地においては1960から1970年代に行われたメリアデック・ミラデック地区の改造作戦が 人と自動車の通行を切り離すことを狙って行われ、道路の上に歩行者用の歩道が建設された。この事業の成果については、論争がある。2000年代初頭から、中心市街地再開発の現場のリズムの中で、眠った美女、エルエベルエンドウ・メガメを覚まし、路面電車の復活以来、非常に大きく変化した。ボルドー市街地の大部分が位置するガロンヌ川左岸は、 ボルドー湖、ボルドーラック周辺のように多くの場合湿地である。大平原を構成する。いくつかの丘があるにもかかわらず、砂岩の平均標高は、とても低い。この草原は主に砂利、グラビが堆積したものである。都市圏西部は、ランドサヒラの、プランセイブルズでランディス、城に一部重なる。そこでは、土壌は痩せ、水を透過し、熱を容易に貯蔵する。その土壌は、 完全に、ブドウ栽培に適合している。ボルドーの町は、地質面で極めて類似する、メドック、カ下ーとグラーブ、上流の間に位置する。ガロンヌ川右岸は、平原から石灰岩大地に変わるので、全く違う様相である。標高は、崖で90メートル近く上昇する。この大地上には、世界で最も高いワインを産する、サンイコールテミリオン、ポムロール、 フロンサックといった世界的武道園が、ボルドーから約2 0トルにわたって存在する。アキテーヌの気候は、海洋性であり、冬は、とても穏やかで、夏は、暑いボルドーの特徴に現れている。香水は、頻繁にあり、年間8 2 0ト、mm、ルの香水量が多い。年で、年150日、1年を通じて降る。夏には、降水は、暑さによる雷雨によって、 頻繁になる。1883年7月、フランスで最も多くかつてない30分間降水量を記録した降雨がボルドーで観測された。平均気温は1月の摂取6.4度から8月の摂取20.9度で、年間平均気温は摂氏13.3度である。ボルドーでは夏に15から20日程度、気温が摂氏30度を超える日がある。 最高気温は2003年夏に観測され、摂氏41度に達した。その夏、気温が摂氏35度を超える日が過去最高の12日間、続いた。ボルドーはしばしば年間2000時間を超えて2200時間にも達する沿岸部の長い日照時間の恩恵を、享受している。ボルドーは1985年と1987年の、現当。 そして1988年から1992年にかけての乾燥でも知られる。より最近では2002年から2005年の深刻な乾燥で知られている。ボルドーは1892年8月16日観測の41.9度の最高記録気温と1985年1月16日観測のマイナス16.4度の最低記録気温といった記録を持ち、 CFB、西岸海洋性気候の気候区分に属する。年平均気温は13.3度である。ボルドーはヨーロッパ大西洋側の道路交通の要所であり、パリ及び北ヨーロッパからスペイン大西洋岸へ行くためには通らなければならない経路にある。ボルドーからパリへは、オートルート A10 を通じて、ペギングー、リモージュ、ブリーブ、クレルモンフェランへは、 オートルート A89 を通じて、トゥールーズへは、オートルート A62 を通じて、モンイコールドイコール、マルサン、ポーへは、オートルート A65 を通じて、バイオンヌやスペインへは、オートルート A63 を通じて、それぞれ結ばれている。ボルドーは 45km にわたる自動車、専用環状道路を備えている、オートルート A630、ロカード、ローケイドと呼ばれている。 フランスの都市環状道路として最長のもので、他都市へ向かうオートルートにつながっている。夏季、バカンス、通勤時間帯には頻繁に渋滞する。西側区間では片側2車線、東側区間では片側3車線となっている。現在、西側区間の一部 A63 と10番出口の間で片側3車線化の再整備が行われており、長期的には全区間において、 片側三車線化が計画されている。約30の可変案内標識がドライバーに対して都市圏内で問題が発生している箇所とは異なる。経路や交通障害や事故の発生が想定される箇所を避ける経路を案内している。また料金所は一箇所も存在しない。最高速度は時速 90km2007 年6月21日午前6時以降、 それ以前は時速 110km、重量車両は時速 80km である。市内中心のサンクロワ通り付近から南エロカードへ、つながる自動車専用放射道がある。中心市街地はブールバールによって囲まれている。また、中心市街地で自動車なしの日、ボルドーの日曜日、ディマンシュボルドーが毎月第一日曜日に行われている。 ガロンル川には長い間、橋がかかっておらず、ボルドーの市民は、敵に対する自然の防御とみなしていた。ボルドーにおける鉄道は1841年に、ボルドー、ラテスト鉄道によって、ラテストイコールとイコール、ビュックとの間で開業したのが始まりである。この時、ボルドー最初の駅、ボルドーイコールセギュール駅が開業し、現在のペサック通りに面した位置にあった。 1852年、パリオルレアン鉄道は、ボルドーとアングレームを結ぶ路線を開通させ、ボルドーとパリカンが鉄道で結ばれた。ボルドーでは、ガロンルガーウガンに開業した、ボルドーイコールオールレアン、ボルドーオーリンズ駅、ボルドーイコールバスティード、ボルドーベスティード駅を発着した。1853年、ボルドーラテスト鉄道は、ミディ鉄道。 コンプニでシーマンでフェア DU ミディに統合される。1855年には、ボルドーイコールセニュール駅は廃止され、ボルドーイコールサンイコールジャン駅にとって変わられた。この時、二つの異なる鉄道会社に所属する、異なる二つの主要駅を発着する二つの路線網が存在した。パリを旅立ち、アキテーヌ南部へ赴こうとする旅客は、ボルドーイコールオルレアン駅で列車を降り、 リエール橋を通ってガロンヌ川を渡り、3イコールジャン駅で再び列車に乗らなければならなかった。1860年にこの2つの駅を連絡するエッフェル鉄道橋2線がギュスターブエッフェルとポール・レニオール、ポール・レガナールドによって建設された。しかしながら、オルレアン駅はクレルモン・フェラン、リオン、パリへ向かうパリイコール・オルレアン鉄道の奇襲点として残された。 1898年、より多くの旅客を迎えるため、サン・イコールジャン駅の現在の駅舎が建設された。オルレアン駅は、徐々にその価値を失い、1934年のに、会社の合併、パリイコールオルレアン鉄道とミディ鉄道と1938年の、フランス国鉄、SNCF 設立は、オルレアン駅の決定的な終焉を告げた。廃止されてから長い間、 幾度もの計画中止とノアールデジールのコンサートの後、オルレアン駅の建物は映画館へと転用された。今日ボルドーはパリとスペインの間における鉄道の要所となっている。ボルドーの中心駅、ボルドーイコールサン、イコールジャン駅は TGV によってモンパルナス駅、パリ、トゥールーズ、イルン、ダクス、アンダイエ、ポート結ばれている。またコライユやテア、ベンタドゥール、 によって、なんと、ペディグー、モンイコールドイコール、マルサン、ディモージュ、リオン、クレルモンフェランとも結ばれている。2008年に通行容量を増強するために、それまでの FL 鉄道橋に隣接して新たな、ガロンヌ川鉄道橋4線が建設され、2線の共用が開始された。また、LGV 南ヨーロッパ大西洋線、TGV 高速新線が、 ボルドー駅まで乗り入れた2017年7月2日開業。モンパルナス駅、パリから最短で2時間10分でボルドー駅へ到着する。メドックへ向こうテア路線へはトラムシー線がクラコビー駅から分岐しブランクファート駅まで乗り入れている2016年12月17日開業。ボルドー空港は市中心部から西へ 1> 約1 0トル離れたメリニャックに位置し、フランスで5番目の地方空港である2010年には370万人の旅客利用があった。毎日140便以上がボルドーと世界60都市を結んでいる。空港にはロカード11ビット出口からアクセスできる。また、バス路線が市内中心部と結んでいるサンイコールジャン駅直行シャトルバスジェッツバス。 もしくは TBC のバス一系統。ボルドーとその都市圏、ボルドー都市共同体、株は重要な公共交通路線網を保持している。トラム A バスで LA 株、株のトラムとバスの略称である TBC の名称のもと運営されている。その事業は公共サービス委託契約によって、ケオリグループの企業であるケオリボルドー、ケオリーズボルドーにより経営されている。 TBC は2004年7月3日にトラム B 線の開業に伴う路線再編後の2004年7月3日にクグフトを置き換えた。TBC の路線網は次の通り、路線網はボルドー都市共同体内の27コミューン基礎自治体において午前5時から翌午前1時まで運行している。ボルドーでは2003年12月21日開業の a 線を皮切りにトラムが運行されている。地表終電方式 ABS を採用し、歴史地区には河川を張っていない。トラム導入が決まる以前はバル方式軽量自動地下鉄によるメトロ建設計画1986年発表があった。しかし調査の結果、 建設費は計画された 15.7km と 6.3km の2路線のみで70億フラン近いものであり、フ負担分も3億フランと著しく高く、ボルドーに適合していなかった。AA 線は2003年12月21日に、ジャック・シラクとアランジュペ市長の臨席のもと、メリアデック、ミラデックとロルモン及びスノン、セナンの間で開通した。 a p s の故障に起因する多数の技術的問題は2004年春に予定されていた B 線及び C 線の開業の遅れをもたらした。最終的に C 線は2004年4月24日にカンコンス、カンコンスとサンイコールジャン駅、グリセインとジーンの間で開業した。B 線は同年5月15日にカンコンスとサンイコールニコラ、セインツニコラスカン、 2 2トルの区間で部分的に開業した。キャンパス及びペサック方面の残りの区間は TBC が他のトラムを再編した同年7月3日まで開業しなかった。近年開業済み3路線は末端部で延長が続けられている。また北西のキャンパネルへ伸びる新たな D 線が計画されている。2001年6月、ボルト 市長は4500台以上の自転車を無償で配置した。レンタサイクルシステムは2010年2月20日よりボルドー都市共同体により運営されている。レカブは合計1545台の自転車がボルドー市内において300メートル間隔で配置されている99カ所を含めた合計139カ所のステーションに配置されている。ボルドーの街は 紀元前300年に、ケルト系ガリア人によって創設され、ウルティガラと呼ばれた。紀元前1世紀には、ローマに占領されて、主要な公益港となり、ワイン生産が盛んで、商業地として栄えた。4世紀には、アクイタニアセクンダ族州の州都となり、大司教座が置かれた。5世紀に、ローマ帝国が崩壊した後に、ゲルマン民族の一派であるゴート人に支配された。 732年には、イベリア半島から来たアブドアルラフマーンのイスラム軍に占領されている。10世紀には、ノルマン人のバイキングの侵略を受けた。10世紀後半に、ポワトゥー博家が、アキテーヌ公となった。1154年、アキテーヌ女皇、エリアノールがやがて、イングランド王となる、ヘンリー2世と結婚したため、イングランド王、プランタージネット家が、アキテーヌ公となり、 アキテーヌ公爵領及びボルドーは12世紀から15世紀にかけてイングランドの支配下に入った安住帝国。イングランドとフランスとの戦い、百年戦争でフランス王はアキテーヌ公爵領をイングランドから奪い、イングランドは1453年に撤退した。ボルドーはイングランドの支配である程度の自治を享受し支持していたため、 1548年から1675年にかけてフランス王の支配に対して反逆した。ボルドーは18世紀に西インド諸島との貿易で黄金時代を迎える。フランス革命時には恩賢共和派であるジロンド派の本拠地であった。ジャコバン派による恐怖政治の時代にはボルドーのジロンド派に対して報復が何度もなされた。1871年。 不服戦争が敗戦に陥る中、ボルドーで国民議会が開催され、ボルドーにフランス政府が置かれた。この時にティエールが行政長官に選ばれた。1880年頃から武道のベト病を防ぐボルドー駅が扱われ始めた。第一次世界大戦中にもドイツ軍がパリ近郊まで迫ったため、フランス政府がトゥールを経て、ボルドーに移された。 第二次世界大戦でも1940年6月にパリ陥落を前に一時期政府が置かれたが、間もなくドイツ軍に占領され、政府はビシーに占領。その後もドイツの占領下に置かれたが、1945年4月、連合軍の手によって解放された。当時、レジスタンス運動の指導者だったジャック・シャバン・デルマスが、 戦後の1947年から1995年まで長期にわたってボルドー市長を務めた。ボルドー市長の座は1995年から2004年までアラン・ジュッペが占めた。ソースイコール1999年まで LDH、イヘス、カシニー、2004年以降 i NSEE。三箇所がフランスのサンティアゴでコンポステーラの巡礼路の モーニュメントとして1998年に世界遺産に登録されている。また、市内の歴史地区が、ガツの港ボルドーの名で、2007年に世界遺産に登録された。1441年に開学したボルドー大学を、はじめ、ボルドー政治学院などグランゼコールなどの高等教育機関が多く、国立司法学院も置かれている。超全体の学生数は7万人で、 ヨーロッパ最大の学生街となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。